おはようございます。大人水族館です。今回は初代151匹の中のあのポケモンを紹介していきたいと思うんですが、本題に入る前に、こちらの、グレイシア衝動という食玩フィギュアシリーズなんですけれども、衝動が今更ですがちょっとね気になりだしておりまして、過去ラインナップね持ってないものだらけなんで、ちょっとフリマサイトとかで欲しいなとか思っております。ウーラオスのね衝動のフィギュア欲しいんですよね。そんな話は、さておきまして、本日はあのポケモンです。ポケモンセンターといえばという感じではないでしょうか。では早速本日の主役を登場させたいと思います。じゃじゃじゃん。このポケモンはラッキーですね。非常に白い。ラッキーといえばちょうどこの奥に、ぬいぐるみがいますけれども、ピンクのイメージが強い方も多いと思うんですが、この最初の頃はね90年代の後半、初期のフィギュアはここまで白かったんですね。はい、こちらは改めまして、分類卵ポケモン、タイプがノーマルタイプで、高さが 1.1 メートル、重さが 34.6キログラム のラッキーです。未だにノーマルタイプ単体なんですね。あのよく途中からタイプが変わったりとかっていうようなことがありますが、プリンとかプクリンがねあのフェアリー入ったりとか、そういうようなことがありますが、このラッキーは未だにノーマル単体です。傷ついたポケモンや人がいると、栄養満点の卵を産んで分け与えるという優しいポケモンです。で卵を割らないようにこう気をつけて歩いているので、ゆっくりねこう歩いているというようなことがあるんですが、逃げ足はとても速いというような情報があるので、見かけによらず足が速いポケモンのようです。でこの卵というのは、栄養満点で食べれば医者いらずなんていうような話もあります。でこのフィギュア自体の、紹介、先ほども軽くしましたが真っ白ですねなんていうことを言いましたけれども、初期のモンコレでございまして、塗装済み完全保存版とかっていうようなことをね、ことが台紙にこう書かれていた、90年代の頃はこうやって完全に色が塗られてるフィギュアっていうのは珍しかったんですよね。今となってはカプセルトイとか食玩フィギュアとかでも全部色がちゃんとこう塗り分けされてて、あの単色フィギュアとかってないですけれども、この頃はねちゃんとこう塗装済みのフィギュアっていうそれだけで珍しかったです。ブリスターパッケージでね、種類のラインナップ表が入っていたんですけれども、当時あのポケモンデータファイルとかっていうような名称でね、こうラインナップの紙が入ってっていうような形で売られていたラッキー。開封済みのフィギュアだとそこまで高くなくて安価で購入することが可能な、初期のモンコレフィギュアとなっております。アニポケにおいてはもうポケモンセンターに常勤してるイメージですね。常勤というか、上位さんと共にねあのポケモンセンターにいるというような印象が強いかなと。最近だとイエスさんとかそういう他のポケモンが、ポケセンにいておやおやと思うこともありますけれども、私は初代のポケモンが世代でございますので、ポケセンといえばラッキーがいるというようなイメージがあります。年代によって色がねあのすごい違って、どんどんこうピンクが入ってくるんです。でポケモンキッズのこれ初期のラッキーですけれども、もうすでにねピンクがかってますね。ここのお腹の卵のポケットの部分とか耳とか足とかね、あとは、全体的にはちょっとこう薄いピンクみたいな感じんで、復刻版のポケモンキッズではこういう風にどんどんねこうピンクの色味が濃くなって、卵の色も違いますし、口もねあの軽く紅を塗ったように可愛らしく赤くなっています。で指人形まだあるんですよね。あのポケモンアニメキッズとかっていうような、そういうシリーズで、あのポケモンキッズの、初代のね151匹のポケモンキッズのシリーズが完結した後に展開されていた、ポケモンキッズシリーズでございます。
アニメとか映画とか、まあ、そういったところからのキャラデザインでね、フィギュア化されてっていうようなシリーズ、アニメキッズ結構好きなんですよね。でもってこのラッキーたちは割と新しめです。よく公式の推しポケモンがリザードンとかっていうような、ことを言う人がいますが、このラッキーもね、公式の推しポケなんじゃないかっていうぐらいですね、新しいこうポージングで指人形化されてます。最近だと2024年の8月にリコと旅の仲間たち編っていう指人形出ましたけれども、まあ、そこでもこっちかな、ラッキーが入っていて、でそこの約1年ぐらい前かな、思い出のポケモンゲット編、パルデア地方編が始まる前にもラインナップに入っているというようなポケモンです。人気なんでしょうか。でこう見るとわかるんですけれども、どん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 こうね、これが最初の頃で、はい、こんな時系列で言うとこうかな、んでもって、こんな感じで、はい、ここでぐーっとねピンクすっごい濃くなりましたけれども、最新の指人形ではまたちょっと色味が落ち着きましたね。はい、とっても可愛らしいポケモンです。今回、ピックアップさせていただきましたこのラッキーぐらい古い本当に最初期のモンコレフィギュアっていうとですね、この中だと、このニャースであったり、リザードンですかね。はい、その他にも、90年代の初期モンコレフィギュアってあるんですけど、リシツブテ、ラッタ、コラッタ、あとはヤドンとかですね、サンドとかも古いですね。ただこれらはダブルゲットなんで、ダブルゲットの前はね、単品でモンコレね、売られていたんですよ。まあそういった時代のものをですね、また買えるタイミングあったらね、購入したいなぁなんていうふうに思っておりますけれども、そんな感じで今回の動画はこれで終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。この大きなぬいぐるみのラッキー可愛いですよね。アミューズメントの景品リサイクルショップで購入してきた、ぬいぐるみなんですけれども、このゆるかわ的なルックスとは裏腹に足が速いという設定が個人的にツボなんですが、足が速くなった理由は人間のせいみたいでして、というのもこの美味しい卵欲しさに人間がラッキーを乱獲したというような過去が設定上あるようで、それでラッキーは逃げるために足が速くなったみたいです。ポケモンの世界において絶滅とか絶滅危惧種とかそういった設定はまだないと思うんですが、今後どうなんでしょうね、出てくるんでしょうか。ポケモンハンターとかいるじゃないですか。だからこうこの地域ではこのポケモン絶滅したとかしないとか、そういう話がいつか出るのかなーって、これはねだいぶ前から私個人的には思ってるんですが、皆さんはどうでしょうか。まあその人なりのポケモンの楽しみ方ってあると思いますけれどもね、いつもそういう風に見てます。ではまた。